一人パパ。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。10月も終わりに近づき、この季節、今日は二人パパ流ハロウィンの飾り付けの様子をお伝えします。息子くんと一緒に作る切り紙のお化けやコウモリ、そしてジャックオランタンの作り方もご紹介します。お子様のいる家庭でも怖すぎない可愛いデコレーションになりましたよ。その部屋完成形もご覧に入れます。最後までお見逃しなく。それでは行きましょう、二人パパのハロウィンデコレーション。ずっと天気の悪かった秋の空から久しぶりの太陽が差し込み、モーニングコーヒーを日の光の中でいただきます。間もなく極夜を迎える北スウェーデン、ビタミン D の補給は切実な課題。太陽の光は砂漠の中のオアシスのような存在です。そんな土曜の朝、2人パパと息子くんは今日何するのか相談中。っていうか、息子くんとパパたちのせめぎ合いかも。ねえ、でもさ、洗濯物もいっぱいあるしさ、うん、片付けて部屋の掃除しなきゃいけなくない？今日は太陽が光っても火見えぬ、うん、なぁなぁ見えぬね。でもさ、今日さ、お部屋片付けてハロウィンの飾り付けする？風船膨らませる、あとお化けの飾りとか。え？そしたらいっぱいお化けになる。怖くなるね。じゃあそれやるんだったら、まずはお部屋の片付けしないといけない。なんで？お部屋が汚いお化け屋敷みたいな、そういうコンセプト。それ何？キュラプンパ。あと今日あれだよ、かぼちゃもさ、お顔にくり抜くよ。なんだ？ジャックオランタンです。試してるよ。楽しい？ということで、まずはちゃっちゃとお掃除。何があるか出して見てみればいいんじゃない？トイプンバール、トバイ、タスタリのジュースセットあるよ。でもトバイバケットモンスター出たら、レールで僕たまるかもしれないよ。そう、モンスターに食べられちゃうかもしれない。うん、怖いね。とお化けも。お化けも？お化け怖くないの？君。No、だから僕スタジオマネと。パパのアーバーパンプリンパンじゃあ、やっつけてね。お化けとかモンスター来たら。わかる。これ、この中に何が入ってるか、ちょっと一回開けてみよう。あー、トラル。それ何？風船。風船あるね。トレビタの風船。トラル風船。そうね、これも風船だね。じゃあまずは風船からいきましょうか。トラ最初やろう。いいよ、じゃあそれ膨らませてください。大丈夫？酸欠になんない？おいし、できた。やったー。じゃあトラ、トラやって飛ぶ。何？逆さになるね、コウモリは。その後は、ちょっと、水パパ風船あんま好きじゃない。お、すごいじゃん。ねえ、すごい、風船できるようになったよ、この子。いつの間に？あれ？ちっちゃくなっちゃった。お腹にキュッキュッキュッって力入れるんだよ。すごい大きい。怖いんだけど、それ。でもリカパパすごいね、ミツパパが膨らませて。じゃあリカパパ、あと全部膨らまして。あの、で一人で。まだ何か入ってる？そこにトラ入ってる。これ
化けじゃない？タダーン、僕たちの推し怖くなるね。どこにかけようかな。わかる、わかる。何？あそこ、あそこ、その子。でもそれはね、ちょっと難しい話だと。でもそしたらここ通れなくなっちゃうよ。でもそれはいいや。ここだと人が通るの大変だよ。おしっこ来た相手って、あー、ドテッと落ちちゃう。でもそしたら僕に帰るよ。ここにしよう。じゃーん。と、ここ数年で集めてた飾り付けを部屋に飾っていくのですが、ちょっと変？なんで？中途半端、中途半端。リカパッパからダメ出しされながらどんどん飾っていきます。そして次に取り掛かったのは切り絵の飾り付け。こうやって窓や壁に貼っていきます。この切り絵とっても簡単なんですよ。ということで次はこの切り絵の作り方です。飾り方ということで、簡単にできるお化けとコウモリの切り絵の飾り付け。うちでは2年前に作ったやつがあって、取っておくと何回でも使い回せるのでなかなか便利ですよ。用意するのは黒い画用紙とハサミ、鉛筆。まずはコウモリからいきましょう。長方形の画用紙をまず半分に折って、こんな感じで線を引いていきます。そしてそれをハサミでチョキチョキ、目のところだけカッターでくり抜きましょう。そしてそれを開いたら、じゃじゃーん、コウモリの出来上がり。そして次はお化けちゃん。コウモリを切り取った時に余った画用紙を使って、こんな感じでお化けの線を描いていきます。そしてそれをハサミで切って、目と口はカッターでくり抜いて、じゃじゃーん、ね、簡単でしょ。そしてそれを窓や壁にポスターとか貼る時に使うガムみたいなやつで貼っていきます。何書いてる？その間にリカパッパは何かをデザインしています。さてこれは何でしょう？これ教会とお墓が並ぶシルエット。ミツパッパがお化けを窓に貼っていて思いついたみたいです。ナイス。あなたもやってよ。パパがじゃあ書いてあげようか、お化け。はい、まずはこの線に沿ってできる。そして息子くんも切り絵に初挑戦。ちょっと難しかったみたいだけど、なんとか一匹のお化けを切り抜きました。そして今夜の夕食はリカパッパが作ってくれたヘラジカのボロネーゼ。ごちそうさまでした、リカパッパ。ごちそうさまでした。さあ外も暗くなって、今からジャックオランタンを作ります。一緒に作れるように子供向け YouTube の動画で作り方は確認しておいたので、息子くんもすっかり覚えているみたい。ということで必要な道具はこちら。かぼちゃ、包丁、新聞紙、マジックペン。あと何が必要だった？スプーン。スプーン、そう、じゃあスプーン持ってきて。大きいスプーン。スプーン。そうだね、大きいスプーンね。最初は中身をくり抜くための蓋を、これぐらいでいいかな。僕はこれやる。 OK、 じゃあミツパパはこの国でやる。まずはかぼちゃのてっぺんの蓋になる部分を丸くくり抜きます。お、取れた。イエーイ。そして蓋についた種やかぼちゃの中身をスプーンで取り除いていきます。それ持ってて僕やる。はい、取らないと高いよ。取れ、そこは多分取れないよ。この種だけ取ればいいんだよ。取らないと高い。でも上手だよ、上手にできてるよ。そう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 。じゃあ、ミツパパ最初硬いところだけやって、後で君が柔らかい、柔らかいところやろうか。全部中にあるやつ全部出して。やった。さあ、この後何するんだった？じゃあ、あのかぼちゃみたいに、今何するかわかる？何？僕ピッカする。でもせっかくつけたからさ、それ取らないでくれる？わかる。お目目は三角だね。お花も。OK。 ドライドライ、こんな目で。 OK。 こんな目に。そしてマジックペンで目と鼻と口、くり抜くところを描いていきます。どうだい？もっと飛ばす、もっと。いきます。挑戦できるかな。
そしてマジックで書いたところをナイフでくり抜いていきます。取れた？いいね。はい、じゃあ指で抜いてみて。お、上手。いいね。どう？いい？いいや。いい。飛ばーい。オッケー。ジャックオーランタンが完成したのでろうそくに火をつけようとしたのですが、ここでハプニング。何使ったんだよ、さ。ヨーク。Do? あ、できなかった。やっぱね。 OK、うん、そして順調にリカパッパと火を灯していく息子くんですが、これはタンダラハイロ。あ、タンジンでしょ。これはスポーツとやらないと。Du måste det blir så varmt på ditt finger. Att jag så där. Det så. Då är det hoppen upp här och så håller det hoppen upp där. Så därför pappa gjorde det så i mars och jätte. Pappa nu gjorde det chans att kika ner där. Hålla tändstickan så här upp, då kommer elden upp på fingrarna. Då gör man så här och så vickar man på den så. Okej, då vet jag att det är så jag kan göra det. Okej, nu vet jag att det. Så tar man tändstickan så där. Så. Inte så, utan inte så. Okej, nu vet jag det. Ska du göra det då? Så. Sakta ner då. Nu, och så blåser du. Så, bra. Åh! Futtaser du? Åh! Lite, lite tacklkaramell nu. Oj, vad fin den var. Ja. ということで、ジャックオーランタンの完成です。匠が心を尽くした飾り付けの全貌をご覧いただきましょう。匠が心を尽くした飾り付けの全貌をご覧いただきましょう。以前は殺風景だった部屋の入り口、その玄関口を迎えるのは暖かな光が灯るジャックオーランタン。もともとはスコットランド発祥、株で作られていたものがアメリカでカボチャに変わったんだとか。愛くるしい表情が二人パパ家に来る人たちを笑顔で出迎えます。そして冷たい印象のある明かりだったホールにはオレンジと黒のコウモリたちがにぎやかに出迎えます。そしてこのホールの明かりを落とすと、まあなんということでしょう。壁にかけられたキャンドルホルダーがひときわ映えるではありませんか。匠のさりげない優しさが感じられます。そしてどことなく殺風景で寂しげだったこのリビングダイニング、ここはオレンジと黒を基調としたデコレーションでこのにぎやかさに。風船以外はもともとあった資材を再利用し、コストと作業時間を短縮。匠の腕が光ります。額縁に見立てられた大きな窓にはお化けが墓場から登っていく姿。ここをよーく見てみると、なんということでしょう。お墓の蓋が開いているではありませんか。スウェーデンの匠の粋な演出がキラリと光ります。そして壁に貼られた切り絵のコウモリをよく見てみると、大きめのものは下に、小さいものは上に貼られています。テレビの横のお化けたちも同様に上の方が小さくなる、その様子は遠近感が感じられ、まるで高い空に向かっているよう。天井を高く見せる効果もあるこの方法、日本に古くから伝わる伝統を受け継ぐ匠ならではの知恵に住民も驚くばかり。他にも小匠が一生懸命膨らましたコウモリなど、素晴らしいチームワークでわずか10坪の空間に家族の希望をすべて詰め込んだ二人パパ家。果たしてみんなは喜んでくれるでしょうか。パパ、これは
あ、本当だ。コウモリのトンネルだね。それはお化け。本当だ。こっからもお化けが出てきてるね。ここにもいるね。たぶん足も。いや、まあ。ここに行くよ。そこの下に行くの？オッケー。そこの下に道があるの？道ある。トンネル？うん。あなたもやった。ミツパパ通れるかな？お化け！お化け！あー、本当だ。あそこにもお化けいたね。置いてよ。こっちは木もある。いっぱい棒が足した。東京でいる。これも取った。あ、それお化け。お化けだよ。あ、見てその大きなお化け。それあそこにあるの？それ。これ。お墓の蓋が開いたんだって、リカパパ曰く。なんで？お墓が開いて、その中からお化けが出てきたんだよ、こうやって。本当？でも、スプーケは、ワイユーさん、大してたないよ。開けるところは、スプーケは大してたないよ。そうだね。お化けの子。ふたりパパ。ということで本日の動画はここまでです。最後はなんか違う番組になっちゃいましたが、楽しんでいただけていたら高評価ボタンを押してコメント欄で感想を聞かせてくださいね。ちなみにこの飾り付けをした次の日、北スウェーデンでは大雪、もうホワイトハロウィンになりそうです。今年のハロウィンはね、大きな集まりなど難しいかもしれません。お家でこじんまりと楽しく皆さん安全に過ごせることを願っています。それでは今日はこれで失礼します。皆さんごきげんよう。ヘイドー。 I love you. ふたりパパ。